未満、または、倉木は、チベットやその周辺で20世紀頃まで行われていた、囲碁の一つ。チベット語とも呼ぶ。基本的なルールは、日本や中国と同じだが、5番は17路番を用い、対局開始時に、黒白6子ずつの石を、5番の決まった位置に置いてから始める。5番は17素地で、天元及び辺に12個の、計13個の星がある。 星には二重丸と花びら型が交互に描かれており、天元には大きい花びら型が描かれている。材質は布製が多いが、加工岩製の出土品もある。未満の五番イメージルールは、事前置き石製の一種で、開始時に、あらかじめ図一のように黒白6ずつを置いて、対局を始め、白が千番となる。ルールは、中国ルールだが、相手が取った石の後に、 すぐに打つことはできず、別の場所に打った後でなら打つことができる。このため、中でによって、相手の石を殺すなどの方法が異なってくる。例えば図にでは、白1の直後に黒がに打てないため、黒が別の手を打った直後に白がに打てば白息となる。黒は別のところに石を打って得を図り、それに白が受ければ、黒が改めてと打って白死にとすることができる。 対局は1局目は、込みなしで打たれ、勝った方が2局目で分かった分だけ込みを出す。また、片側が平らなご石を使った場合、平らな側を下にして、石を置いた時が、着手決定となり、逆に置いた場合は考慮中を示し、別の場所に打つことができる。1999年に、チベットのメルド・グンカル・ケンカメ村にある、チャンバミー・チューリン宮殿遺跡から、 花崗岩でできた17素字の五番が発掘された。これの年代は定まっていないが、1300年前の、都番時代のものか、3000年前のものという説もある。中国における初期の囲碁は17路番であったと、記録や出土品から推定されており、チベット語は、古い囲碁の形が残されたものと考えられる。1959年に、 シッキム王国のソンダップナムギャル皇太子が訪日した際に日本棋院中央会館を訪れ、いよもモもも九段と持参した17素地の布製五番でチベットルールによる対局を行った。この時皇太子は親戚であるチベットのダライラマから囲碁を教えられたとも語っている。うンまん賞、デチェンチベット俗自治州では未満の歴史研究が始まり、2005年に 1> 第1回シャングリラ鉱山植物園、チベットバンジョ上ゲーム体育文化祭が行われ、エイヒサシ球団、の、異球団夫妻、中国の竹助四段、韓国の健康、陳四段夫妻による未満対局が行われた。ありがとうございます。